こんにちは。あ、いやいや、今日はあの講義のリハーサルに来たんですけど。不審者の人でいいですか、2人。不審者の人。あ、代表、代表。代表私です。あ、ちょっといいですか、はい、取るんで。はいはい。で、逆面ちょっと寄ってます。こっち。不審者がいますよ、あそこに。うん。まあ、それはそういう、それあれですよ。ずっとつけられてるんですよ、駅から。で、集団、今日は、はい、あの。あ、今日はあの講義のリハーサルに来たんですけど。講義は1月15日にここで講義をやらせていただくんですけど、でそれなんだけど、はいね、当日なんだけど、はい、当日は要は講義するとしても、はい、これ人の通行とかあるでしょ、はい、うん、そうするとこの白線の歩行者も通りますんでね、はい、それは理解しております。はい、でここは、ね、正当前なんで、はいね、静音保持法になってるんですよ。静音保持法の場所なんですよ。自民党だとか、はいはい、ああいうところで一緒なんですよ。だから大きい、それっていや東京都にも確認したんですけど、うん、政治活動には適用されないですよね。ん、政治活動に適用されます。されるの、うん、されるんですか、うん、要は静音保持法ってあるんですよ。国会周辺だとかそういうところはだある程度 の要は拡声器で大きな声はできない。何デシベルですか、ん、何デシベルですか。え、静音保持法って、うん、いやちょっと一応東京都にも相当確認したんですけど、うん、え、何の法律の どういうことなんですか、うん、静音保持法って、うん、ちょっと打ち明けてください、うん、お願いします。え、あの正確に教えてもらえ、何の法律の何に引っかかるんですか、うん、だから国会周辺における静音保持法ってあるのね。でもその中に政党とかも入ってるんですよ。国会周辺ですね、うん、政治団体より違いますから、うんうん、国会周辺における静音保持法ですね。はいはいはい。罰則ってどうなってますか。罰則ってどうなってますか。それの罰則って何なんですか。罰則あります、ね、あるんですけど。罰則って どのぐらいの罰則なんですか。いや、もう中止命令とかあるんですよ。やっちゃダメだとかね、そういうのは、うん、だ当日に、あ、だとりあえず今日は、はい、とりあえず何の集まりなんですかね。あ、だから入っちゃいけないよとかな、教える予行練習です。ん、人が来た時の、じゃあ、ちょっとお話を聞かせていただきたいのは、はいはい、じゃあまずは今日は抗議行動とかではなくて、はい、じゃあ今度、さっき1月15日っておっしゃられてましたよね。1月15日、はい、1月15日何時頃からされるんですかね。15時からです。15時頃から、はいはい、で予定をされているのはこの周辺、はい、でどこどこ、何人ぐらいの方が集まられる予定ですか。200から500ぐらいです。200から500、はい、でだいぶ幅があるようなんですが、まあ、それは蓋開けてみないとわからない。なるほど、なるほど、はい、じゃあ主な呼びかけっていうのは、はい、インターネットとかそういうのを通じた呼びかけをされてらっしゃるということだよね、はいはい、で当日がそれぐらいの人数の方が集まられる予定だと、はい、そうですいうふうにで見込まれてらっしゃって、はい、で、すみません、失礼ですけれども主催をされる当責任者の方が私、黒川敦彦です。黒川さんですね、はい、分かりました。はい、で今日がその時の、じゃあ今日いらっしゃってる方っていうのは例えば当日に役員じゃないんですけども、すみません、いや一般のボランティアの人たちです、うん、あ、なるほどなるほど、はい、じゃあ当日はここに来てらっしゃる方々が例えばこう交通整理の準備をされたりだとか、はいはい、そういうことの今日は警備スタッフです、みんな。あ、なるほど、今日 それの事前の、説明をされに今日はいらっしゃってるっていうのが今日の趣旨ですね。はい、わかりました、ありがとうございます。ここから入らないようにとかを今みんなで、あ、なるほど、それでリハーサルできただけなんで、うん、で今日はこの後大きな音量を出したりだとかっていうのはないですね。される予定はないということです、はいはい、ありがとうございます。じゃあ、わかりました。当日は当日なんですけど、どうぞお取りください。当日は要はもう人が通ったりするんで、今もそうなんですけど、はい、ね、はい、だからその場所っていうのは今どう考えてるんですかね。え、場所は、あ、だからこの中でやらせていただきます。どこなんですか。なんか、いや、こことここ、あ、こっちはこっちはこっちはで、え、なんダメなんですか、うん、え、なんダメなんですか。できればこっち側に、いや、まあできればってお気持ちは分かりますけれども、でもこっち側に来てもらえると困るんですか。え、それね、法律上な、うん、な何によって決まってるんですか。え、我々逮捕ですか。そうしたらそれならない、要はならないんですよね。じゃあすいません、ここにいます。一般の通行者の方をの路線を動線をそのために間開けるんじゃない。そのための僕ら警備なんで、うん、でこの人はいっぱいしちゃうと車道になっちゃうんですよ。僕らが誘導しますよ。いや僕らが警備するんで、うん、いやそれは警察官の仕事ですから、はい、ここは、あ、いや、道路だからこちら側に来てもらう形で、
入らないです、200人も多分。いや、200人、だから200人。被害者がいっぱいいるんですよ、何百人も。創価学会の被害者がいっぱいいるんですよ、全国に。ね、恨みを持ってる人たちが付きまとわれたり。あ、それそうなんだけど、はい、それはそうなんだけど、はい、ね、ここの要は交通の円滑な、はい、ために沖縄、九州とかから来るんですよ。だから、それは、それは私に言われてもしょうがないんです、はい、だから、じゃあこっちも使わせてくださいよ。いや、それは。え、でも別に逮捕じゃないんですよね。で、ここを使うなという法的根拠を教えてほしいんですよ。それ我々逮捕されるんですか、ここ使ったら。こっちが逮捕しますよ。そうですよね、じゃあ使います。できるだけ通れるようにします、僕らが経営。いやいや、いわば一般人の歩行が確保される。いや、だからここは話なんですよ、ね、遠赤なんで歩行者とか通るじゃないですか、はい、車も通るじゃないですかね、はい、ちょっとそちらの片側に行ってもらいたいんです。いや、お気持ちは聞きましたので無理です。要は、はい、警察法の第2条に基づいて、はい、ね、だから要はね、要は秩序の維持があるんだから、うん、いや、秩序の維持はあったとしても、それは法的根拠のある秩序の維持でしょ。そうそう、ね、だから当日はもしそれは多分強制できないと思いますよ。いやいや、こっちに、いや、お気持ちは聞きましたけど、うんうん、ね、とりあえずそれ、我々国民側にも権利があるんで、うん、権利のいっぱいを行使するのは当たり前じゃないですか、うん、いや、お気持ちは分かりますよ、はい、我々も法律上ダメなこと以外は譲る気はありません。で、200人とかこれ どう考えてるんですか。いや、だから200人いるから、こっちもあっちも使わないと入れないです。で、200人はこれちょっと申し訳ないけど、はい、一番先どこで集まるんですかね。さっき、あ、駅前です。駅前ですよね、はい、で、駅前の方でもね、あの、要は、駅構内は入れないですし、はい、ね、要はそれ知ってますよ、ね、行動でやります、うん、行動やるけど、それ通行路作りますからね、こちらで。ああ、いや、それは我々もだから、そのための警備をするためのリハーサルなんだけど、うん、で、200人もこれいっぺんに来れないと思うんですよ。あ、だから分割してちゃんと分割ここに入って、黒川さんの方にやってもらいますよ、はいはいはい、もちろんもちろん、そのために今日練習してるんですから。向こうにも、ね、あの、向こうにも、あの、こちらの方だと、あの、要はブースとか設けますよ。うん、そうなると要はいっぺん200人じゃなくて、ある程度グループごと、もちろんです、もちろんです。何人ぐらい考えてますか。え、どういうことですか。何人ぐらい考えてます。当日ですか、うん、いや、だから蓋開けてみないとそれは分かりませんって、うん、いやいやいや、例えば1回何人とか、何人グループこちらにいらっしゃる。あ、まあ30人とか、うん、なるほど、はい、なるほど、分かりました、はい、あ、我々、あの、統一教会前とかでもやってるんで大丈夫です、はい、で、いや、統一教会もそうなんですけど、今確認事項は、うん、その200人がいっぺんにここっていうわけではじゃないという、ないです。黒川さんも考えてらっしゃる、はい、ちゃんと、あの、整理をして入れてきて、あの、秩序のある状態で、うん、あの、適法な範囲で講義をやらせていただきます。いっぺん200人流れてこないように、もしあれだったら黒川さんの上でちゃんと、もちろんです、もちろんです、ね、そのためのリハーサルなんで、来たら、ね、こちら、あの、要はね、人が滞留しちゃうと今度雑踏事故になる可能性が、はい、はい、分かります、ね、分かります。だから、もう推進するしかないよ、はい、うん、それは、ね、そこの確認でした、はい、200人でね、はい、捉えちゃうとってことだったんで、はい、そういうお考えであれば、はい、それはそれで結構です、はいはいはい、ありがとうございます。具体的には、はい、あの、ずっとつけてくるんですよ、尾行してくるんですよ、具体的には、ね、ずっと尾行してくるんですよ、ここにマイクとか、今日はほら、こう、なんていうんですか、はいはい、インカム中、はいはい、具体的に当日はマイクを設置いたしますが、ちょっとその静音防止条例とかももう一度調べまして、うん、あの、法律の中でやれることをやらせていただきます、うん、これ関西は住宅街じゃないですか、ね、はいはい、で、他の人の迷惑もあるんですよ、はい、で、ちょっとそれ、いや、迷惑なの、こう、公明党なんで、この人にさらしてもらったらいいんじゃないですか。そこは、まあ、そこはまあ、それは、まあ、それは、はい、それ言っちゃったら、黒川さんたちのご考え方だから、いや、だからそれを含めてみんな考えればいいんじゃないですか、うん、ここでなんか国民が押しかけてわーわーなるっていうのが嫌だってなれば、まあ、あの、言ってるのは、例えば黒川さんの方にどっちの考えは云々じゃなくて、はい、そうです、僕らは、そう、はい、分かります。だから法律の中でやりますよってことです。なんで、はい、他の通行路立てはきちんと確保しなければならないっていうのは、はい、じゃあ統一見解でよろしいですよね、はい、はいはい、それは分かりますよ、はい、であくまでもここ路側帯は、あの、ここ歩道がないじゃないですか、はい、なので歩行者のための通路だっていう見解もよろしいですよね、はい、それは、はい、それは承知いたしました、はい、はい、分かりました、はい、ちなみに、あの、歩行者のための通路っていうのは、うん、この範囲ですか。だから、あと、ちょっとごめんなさい、ここが、あの、なんていうか、ここもう敷地がわからないから、うん、敷地がどこかっていうのは私今この部分では言えないですけど、ええ、ここがあくまでこの白い線、路側帯っていう形で設けられてますから、はい、ここから、じゃあ一応ここまでと、まあ、ちょっとごめんなさいね、そのあれで、はい、あの、歩行者が通るべき通路だっていうのは、だから一回車確保してもらいたいんです。あなたたち駅からずっと尾行してくるんですけど、それはもう、ね、迷惑防止条例じゃないですか、付きまとい行為で。ここは要は歩行者の方とか自転車だとか、あっちも法律なんですよね、そこは。で、俺らやられてるんで、
だって迷惑防止条例やったらあっちでしょ、つきまといてはダメでしょ、ダメでしょ、条例で参考までに静音からずっとつけてこの言葉です、この職質した方がいいんですよ、静音補助職質した方がいいって、はい、であの交通規制のための一般の人たちに注意してもらうためのそういう差別してるのかそういう行為は大丈夫です、学生期によるって言われてるのだから職質してよ、ホイッスルは大丈夫です、つけ回されてんだから駅から、うん、でこの先にも要はあの赤坂御用地あるんで、うん、でもまあ私服警察の方かもしれないですよね、いやだから警察車通りますあ車じゃないと思います、多分駅から警察じゃない警察じゃないと思います、本当にうん、車とだけは喧嘩しちゃうと出てかれないから、はい、いる人ってスタッフ関係者、はい、この交通整理だしあの歩道の中まあみんなボランティアですけどね、まあ、基本あっちの人がボランティア活動なんであの抗議こうがあいや どっち側も基本的には抗議に参加する人もいるし、うん、あのちゃんと警備の人を散りばめて問題がないようにするために今日リハーサルに来てるんです、うんうん、はい、そのグループそれぞれにはリーダーみたいな方がいらっしゃるってことですね、それを、はい、今日今準備中です、はい、いるんです、はい、で黒川さんの統制のもとこう入れ替えて、うん、そうです、抗議していただく、はい、はい、入れ替える時に待ってる人とどこで会議するんですか、入れ替えるんじゃないですよ、200人か500人か分かりませんけど全員ここに来るんですよ、あ、じゃあこう横に長くなると、そうです、多くなる、そうです、宴会の一コマです、了解了解、はい、ただ来るときは分断してくるってことですよね、そうです、そうです、何とも言えないのは理解してこの格好してるんです、じゃあここに来るのは30人ぐらいので違います、だから200人か500人ここに来るんです、いやいや、それ人グループごとに分かるんでしょ、グループごとに分けてここに来ますが到着するのは全員がここに到着するわけですよ、長くどこまでも行きますよ、ん、じゃあ そっちからあっちからずーっと行くんですよ、200人から500人入るだけこう左右に均等に展開するんです、ごめんなさい、200人ってグループごとに、私たちが今思ってたのは入れ替わって、はい、あ違います違います、違う方、はい、みんなで気持ちを一つにして抗議するんで、じゃあ抗議終わったらこう入れ替えせいじゃなくて、あそんなことはしないです、ね、今考えてるのは歩道上ずっと並ぶってことですね、そうですね、あこれ自体が、はい、あのちょっとデータ的に不明のかもしれない、うん、これかもしれない、毎年更新されてるから、はい、あのなるほど、こちらごめんなさい、今このここに200人集まるってこと、はい、ね、そうです、いやそれはちょっと申し訳ないんだけど、ね、それはちょっとあのこれが最新かどうかは、あの要はグループごとね抗議してもらう形で、いやそれはまあお気持ちは聞きましたけど無理です、えだからあのさ、このままずっと向こうなんか行っちゃうと、はい、ね、はい、ね、はい、あれじゃないですか、大変なことになるじゃないですか、なんで大変なことになるんですか、いやただの住宅じゃないですか、住宅の前ですよね、でしょ、別にしょうがないんじゃないですか、いやいやだからそうなると、ね、ここに公明党があるから行けないんじゃないですか、これ移動したらいいじゃないですか、16日とは、それは警察の方が考えるべきことじゃないですよね、何が住民の人と公明党が相談すればいいんじゃないですか、いやいやこれずっとなっちゃうと大変なことになるんで、大変なことになった方が面白いじゃないですか、ダメだもんそれは ね大変なことになるからこそ考え直すんじゃないですか、大変なことになってもらいましょう、市長さんが大変なことにさせないようにしなきゃいけないから、いや住民の方は迷惑かかるよ、分かってればね、いやいやだから法律上の範囲で迷惑がかかるかどうか分かりませんけど、そらその時間はもう我慢してもらうしかないですよね、こういうすら結構なんですけど、はい、ね、ここで尋問するじゃねえ、俺たちねちょっと通りかかっただけなのに、おまりさんここで今もう20分ぐらいね尋問してるけど、そっちの方がおかしいよ、はい、ああそうですかね、ただここ通りかかっただけなのに呼び止めて、なんかいうのちょっとおかしいよ、うん、それ考えた方がいいですよ、当日参加されるとかじゃなくて、たまたま通りかかった方だからそれなのに何やってんのか、おまりさんの方も、どういう理由で来たか分かんないけど、あんな車で来て通行に呼び止めてこれ何やら尋問するのもちょっとおかしいと思う、それはちょっとお願いします、はい、それはちょっとまた確認していただけたら、はい、ありがとうございます、あの私服の方は警察の方ですか、そうです、あ警察の方なんですね、はい、警察の方です、公安ですか、違います、西安警備部です、警備部、警備部って公安じゃない、公安じゃ、警備部公安じゃないですか、じゃないです、じゃないです、はい、どんぐらい1時間ぐらいになるのかな、90分です、90分、はい、
まあ、うちらのお願いとしては向こう側ちょっと多めにして、こっちは歩行者も通るんで、ちょっとスタッフっていうか、あのそういう関係者の方がいいのかなと思って、もしやるならね。はい、まあそれは要望としてはお伺いします。あとまあ110番とかもしかかったら、はい、うちも対応せざるを得ないから、その時は黒川さんがちゃんと言うから、はい、まあ聞きますけれども、ね、まあ、法律上の範囲でこちらもまあ譲れないところは譲れないですよね。まあ110番だからね。はい。はい、ここから番組の後半はですね、こちらです。さっき出てきた静音の保持に関する法律、正確には国会議事堂等周辺地域及び外国交換等周辺地域の静音保持に関する法律でございます。これまあインターネットとかで調べてもらったら全部見れます。目的はこういうことです。国会議事堂等周辺地域及び外国交換等周辺地域における拡声器の使用ですね。まあ、トラメガというかメガホンというか、それについての法律でございます。で、ここにですね、今回この第3条です。政党事務所周辺の指定と、政党事務所、まあ、いわゆる国政政党ですね。国政政党周辺地域もこの領域に含まれているということで、まあ公明党はここに含まれているということなんですね。はい。なんですが、これ、8条、適用上の注意と、こう書いています。国民の権利を不当に侵害しないように、この法を適用しなければなりません。まあそらそう。そらそうなんですね。なので、法律というのは、まあ、トータルの運用を考えて、まあ、それが、適法かどうかということになるわけですが、まあ、そもそも、憲法で守られた政治活動の自由というものがあります。これはもう、まあ、めちゃめちゃ有名な憲法第21条ですね。1項、集会結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由はこれを保障する。いい文章ですね。これすごいんですよ。一切を保障してるんですよ。一切ですからね。一切ですよ、皆さん。ここポイントなんです。表現の自由っていうのは全く軽くないんですよ。一切ですから。書いてますからね。しかも、集会の自由、一切を保障するですからね。これが、まあ、いわゆる政治活動とかを大丈夫だと言っている、まあもちろん他もありますよ、ありますけど、やっぱ第21条が一番当たるわけです。2項、検閲はこれをしてはならない、通信の秘密はこれを犯してはならない。まあ犯してますけどね、 CIA とかね、憲法違反ですね。出て行ってもらいましょうね。これがありますし、刑法35条、法令または正当な業務により行為は罰しない。政治活動、デモも正当な行為ですね。基本的には罰されません。はい。また、比例原則違反。まあ、これは法律上の考え方ですね。要するに、みんながやってるよねとか、現実的にどういう風な法律に他なってますかと。国会前でみんなデモやってるよね。まあ、めちゃんこやってるよね。民主主義ってなんだってやってるよね。どんどんどんずんとことどんずんとことやってるよね。シールズですね。もうないですけどね。めちゃめちゃやってますよね、国会前で。でも、で、公明党前だけ禁止はぁ、あ、となるわけですね。ですので、まあ、法律上もこれは禁止されていると考える方がおかしいとは思いますね。ですが、違反に対する措置は、6条、警察官は禁止を、使用をやめるべきということができ、違反があった場合、是正する必要な措置を命ずることができると書いてあるわけですね。で、罰則もあります。法律上罰則がない法律というのも結構あります。罰則がない法律は、犯してもどうしようもない。捕まえることもできない。罰則はでも今回あるんですよ。第7条。懲役6ヶ月以下、または20万円以下の罰金。まあ普通に考えると、まあこれで懲役6ヶ月とかはないわけですよ。普通はね、
普通はですよ。がしかし、まあ、罰則があるわけです。ということで、はい。逮捕はあり得るということなんです。まあ、一応、法の専門家とも私結構、協議いたしましたが、黒川敦彦逮捕は、ないとは言えないと。まあ、確率はこれはわかりませんがね。逮捕はあり得るということです。はい。逮捕した方が、創価学会デモをやる人の人数が減ると思われたら、創価学会のお膝元の四ツ谷警察署ですよ。吉田警察署は逮捕してくる。でしょう。そのために四ツ谷警察署にたくさん創価学会員を放り込んでいますよね。創価学会の皆さん。いかがですか？何人入れてますか？お答えください。ということで、だから来てほしいんです。まあなかなか、こういうデモに来ること自体が怖いなとか嫌だなとか、おじけづくなっていうのもわかるんです。でも、これね、もうデモにすら来れなかったら、皆さんの生活はもう命を取られるところまで国際金融資本から破壊されます。今もう破壊されています。それをやっているのが自民公明です。だから私たちは創価学会と公明党を潰そうと思っています。それをやれば自民党は倒れます。簡単なことではありませんが、これデモにすら来れなければできないでしょう。ですので、黒川を逮捕するなという声を一緒に上げていただきたいと、現地に来ていただきたいと思います。普通に考えたら逮捕はできないと思います。できないと思いますが、そうならないように力を貸していただきたいんです。大体政党の前でデモできないなんていうことが完全に憲法違反でございます。そして何より、カルト宗教の創価学会とそれにくっついた公明党が何を言うか。音量配慮いたしますけれども、警察に制止されても絶対にデモはやめません。はい、やめません。黒川を逮捕したければ、しろと。どうぞ。ただし私は法的に戦いますよ。そして、現場の警察の皆さん、まあ多分これは見てくれてると思いますよ。四ツ谷署の警備の皆さんも。お願いベースで私は引きませんからね。法律の何に基づいて私に命令をする、やめろという根拠は何だ。私を逮捕したいんであればするという意思を明確にして、署長の決裁でも持ってから来てください。私たちもその覚悟でおりますから。いや、ここはちょっとやめてくださいね、みたいな。そんなことは私は応じるつもりはありませんので、国民が持っている権利、いっぱいまで行使するのは当然ですよ。しかも与党ですよ、公明党。その与党の前に何百人も与党に行動を立たせと人が集まろうとしているんですよ。正当な国民の行為じゃないですか。これに関しましては私は多少の制止をされてもやめるつもりはありません。声音保持に関する法律がどうだと言われても法律も読みましたし、いろいろ検討いたしましたが、私は憲法上の政治活動の自由の方が強いと思いますので、やらせていただきます。あとはどうぞ現場で、争うべきところは争わせていただいたらと思います。はい、ということで、今週になってまいりました1月15日日曜日、とにかく第1回創価学会解散デモにお越しください。これが1回目です。第2回を創価学会本殿前で予定をしております。同じく信濃町です。14時 JR 信濃町駅集合外線移動。15時に公明党本部前で外線終了後懇親会を予定しております。コメント概要欄に詳細を記載しておきますので、そちらの方もご確認いただきながら、ぜひとも現地で一緒に声を上げていただければと思います。まあ、この人たちですね。デモのリハーサルに行ったら警察10人以上来たと。もっと他にやることあるんじゃないですか。創価学会の利権を守るための警察ではありませんよね。世の中は歪んでいる。それを正したいという声を上げるデモでございます。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいても動画がたくさん拡散されて嬉しいです。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ。ピープルパワーで。黒川敦彦でございました。世の中良くなりゃ楽しいな。
たもっと元気出して。